鍋島家の華やかな歴史に触れながら、見る人に好みの着物を見つけて楽しんでもらおうという展覧会が佐賀市で開かれています。展覧会では鍋島家の人たちが身につけていた着物を中心に、およそ50点の資料が展示されています。現代でも馴染みのある着物をより身近に楽しんでもらおうと、有識者や学芸員らの投票で特に人気の高かった江戸時代から大正までの紙下や振袖などが並んでいます。こちらは三代綱重公がお持ちだったという能装束の一種です。300年以上前の品ということなんですが、生地の色や刺繍を見ても当時の技術の高さがうかがえます。こちらは初公開、13代鍋島直康公の菊子夫人の幼少時代の振袖です。愛らしい薄紅色にボタンと藤の花の刺繍が色鮮やかに施されています。このほか髪飾りや帯、布の見本帳なども公開されていて、鍋島家の絢爛豪華な歴史が垣間見えます。自分だったらどれが着たいかな、どれが好きかなとかですね、それぞれの観点から一押しのお着物を見つけていただけたらなと思います。来場者が好きな着物に投票もできる着物総選挙展は来月23日まで佐賀市の彫刻館で開かれています。